はい、対楽の窓です。今回の話題、日本が狂ってる、生きてる人を祀ってる。今回はこういった話題からお届けしてまいりたいと思います。ということで、まあこれ客寄せなのか、日本でとんでもない商売を始める人がいるようです。韓国のネットで取り上げられておりますけれども、はっきり言って呆れられております。日本の静岡県にある伊豆ドッグリゾートバイザシー、まあこういうねホテルでありますけれども、ここはペットと泊まれるリゾートホテルということだと思います。今回の話題はここのホテルそのものではなくて、その敷地内にあるとされる神社であります。その名も BTS 神社、こういうものですね。敷地のホテルがバイザシーというね、そういう名前なので、その頭文字を取って BTS 神社とやったという、こういう説明でありますけれども、ここまでならまだ偶然同じ名前でしたということで良いんでしょうけれども、まあ仮に狙ったとしてもですね、狙ってやったとしてもシャレで済む範囲だとは思います。しかしながら、この神社と称するその内部、ここには防弾少年団メンバーのポスターがずらーっとデカデカと貼られております。その他ですね、グループのデビュー記念日などには特別イベントも行っている。またこちら、自称神主さんでしょうか、宮司さんでしょうか、わかりませんけれども、そういう人物が防弾少年団の曲に合わせて観光客と一緒になって踊る、そんなサービスもやっていることが SNS 上で投稿されたビデオクリップ、こんなものでももうすでに拡散されております。そもそもこの神社ですね、本来は酒類を提供するね、要はお酒ですよね、を提供するバーだそうです。ただ午前10時から午後4時までは神社として営業をしているということで、入場料2,000円、それからご祈祷が5,000円。このご祈祷はですね、要予約で、ここでは宮司さんね、先ほども言った通り宮司さんなのか神主さんなのか分かりませんけれども、コスチュームに着替えて実演をしてくれるそうです。もうここまで来ると単なる客寄せではありませんよね。そういった広告のレベルではなく、これ単体でもがっつり商売にしていると言えるのではないでしょうか。さて、問題はこれを見つけた韓国メディアであります。いろんな報道でこんなことを言っております。同盟であることを悪用している、それから BTS メンバーのブロマイドを使用、深刻な肖像権侵害、これはね、公式ファンクラブからもこのように言われているそうです。それからこのような広報執着は狂った行動だということ、それから BTS 事務所側の対応も必要だということで、まあどれもごもっともな話でありますけれども、こんなことを言われてしまっております。ただですね、神事に携わるような人が本当にバーで曲がりをして、そしてご祈祷をしたり、防弾少年団の歌に合わせて踊ったり、そんなことをするものなんでしょうか。しかもこのセンスですよね。防弾少年団のカラーだかなんだか知りませんけれども、鳥居を紫色に塗りつぶしております。その奥には真珠と貝殻があるわけですけれども、その配色には今度は真っ赤っか、これを使ってですね、もうめちゃくちゃであります。おそらく神社というよりは一つのアトラクションとして設置した、そんなコーナーであるのではないかと思いますけれども、まあね、よくわかりませんけれども、これが純然たる日本人による行為であるのならば、まさに日本の恥さらしということではないでしょうか。狂っていると言われても、これは仕方がありません。このニュースに対して韓国のネットではどんな声が上がっているのか、今回ねこちらから見てまいりたいと思いますけれども、それこそ韓国のローカルメディアの記事、それから SNS、YouTube などでも取り沙汰されております。まずはこんなコメントですね。神社というと我々の感覚では指導に当たるようなものだが、生きている人を祀るとは一体どういうことなのかというね、まあそりゃそうでしょうよと、ごもっともですと私も思います。
それからこれで日本の低級な意識が全世界に知れ渡ることだろうということでありますけれどもね、まあただ今回この一件は確かに恥ずかしいことではありますけれども、ごたくさんの方がねよっぽど今まで散々なことをやっていらっしゃいますよと、このようにもね言い返したいところではあります。それから低レベルで非常に浅はかですが、防弾少年団は有名で人気だからこれでお金稼ぎをするのだろうと思った。しかし私は気分が悪い、バイザシーだから BTS というのも稚拙で中身がないと、このようにね思いっきり言っておりますけれども、それから日本人でもこれはさすがに多くの人が非難するでしょうということでね、もうすでに非難の声はたくさん上がっていると思います。それこそこの BTS なるグループのファンクラブの人たちですよね、その人たちもなんか声を上げているようですけれども、それから堕落して腐りきっているこういう国は滅びるでしょうというね、こんな意見もあります。大きなお世話ですけれどもね。それから商業利用しているので肖像権で訴えてくださいということでありますが、肖像権というのは個人のプライバシー侵害のようなもので発生するわけですからね、この場合は彼ら有名人ですからね、やっぱり商売している、ですから肖像を無断で商売上で利用したということでパブリシティ権というね、こういうものでやられるのではないかと思います。またポスターとか楽曲をね、無断で使っているということになれば、それは著作権侵害ということにもなると思います。それから生きている神様ってということでね、まあ確かにね、言う通りであります。神社でね、生きている人を祀って何を崇めるんでしょうかね、よくわかりませんが、それから日本は実に奇妙なアイドル崇拝の国ということでね、まあ奇妙なと言われても、そもそもこの防弾少年団なるものはそちらからやってきたんですけれどもね、まあたださすがにこんな行為までは本国でもやらないということでしょうか。そうでしょうね。はい。それから狂信的だ、まあこういう意見も当然出てきます。それから萌えの文化を生んだ精神の国とは思えないということでね、この人はまあ韓国人であっても日本のねカルチャー文化が好きなんでしょうかね、ですからこういう日本にしてこういうことをやるのかと、こういう意見ですよね。それからこんなことをしていたら富士山の噴火も止めることはできないだろうと、こんなことを言っておりますけれどもね。それからこれに返信でしょうか、そうだねと、このように言っております。まあこの神社もどき、もどきにもなりませんよね。こんなものが先ほどもコメントにもありましたけれども、もしも仮に BTS 側に無許可で無断でポスターや楽曲、こういったものを使っていたのであるならば、もうすでに騒ぎにねこうしてなっておりますから、さすがに今はこのホテルやめているとは思います。ただその場合でも今後ですね、韓国側からあるいはですね、まあこれ日本にもね現地法人なり提携事務所があると思いますから、いずれにしてもあちら側から今後がっつり賠償請求をされる、あるいは訴えられるということもあるかもしれません。まあまさかですね、これちゃんと許可を取ってやってますということはさすがにないように想像するんですけれどもね、どうなんでしょうか。ただこれも結局韓国がノージャパンだと言いながら日本に乗り込んできて K-POP だ韓国ドラマだと商売してきたことによって生まれた害悪の一つのようなものだと私個人は思います。多くの日本人はそもそもがああいった存在自体を疎ましく思っていると思いますよね。ですから迷惑だと感じているのではないでしょうか。今回防弾神社ですよね、この防弾神社をしでかしたこのホテルもBTS なる存在を本当にどこまで知っていたのか、まあ名前程度はね聞いたことがあるということはあるでしょうけれども、それ以外にそんな身近な存在ではないと思っていたからこそこのように無断で使用したのではないかなと、こんな想像も私としては成り立ちます。例えばこれがですねジャニーズ事務所の有名なグループだとしたら、さすがにこれはまずかろうということでこんなことはしないと思うんですけれどもね、日本人であれば、あるいは日本にね構えているそういう会社であるならば、そういうふうにね考えるのが普通の流れだと思います。ところがまあ海外のねものでもありますし、ちょっとこんなことでもすれば防弾少年団のファンもホイホイやってくるのではないかと、このように安易に踏んだのではないかと思います。まあそういった意味ではこれ防弾少年団のファンもですねかなり甘く見られた、軽く見られたということでね、それはファンの人たちも怒るでしょうよと、このようにも思います。
ということで今回は日本人にとっても非常に恥ずかしいこんなニュースを取り上げましたが、ちなみまして今回ご紹介するタイ人の声、こんなスレッドがありましたのでぜひご紹介します。韓国の K-POP はなぜほとんど全てのグループが日本市場には魅力的な売り込みをしているのですか。よその国ならツアーといっても1日か2日ですが、日本では全国ツアーを行い、アルバムリリースでも日本向けのバージョンを用意、その他にもいろんなプログラムを送り込んでいます。東南アジアでは最新のショットすら年に1枚か2枚だけ。私は要望の眼差しでそれを見ています。欧米や中国市場でも彼らは同じような活動をしているのでしょうか、というね、こういう投稿であります。日本ではよく韓流だ K-POP だとゴリ押しが過ぎるのではないかと言われておりますけれども、こうして外国人の目から見てもファンから見てもですね、羨ましがるほどの売り込みをしているという声がこうして実際にあるわけですよね。ですから今回はこんなタイ人のスレッドをぜひね、皆様にご紹介したいと思いました。まずは一人目です。日本の音楽市場は世界第2位の規模で、そこで動く金額は莫大です。しかも日本市場ではオリジナル商品の購買層も厚いですから、彼らもそれだけ一生懸命稼ぎに出かけていくわけです、というね、こういうコメントです。それからより多くのお金を稼ぎたいからです。欧米のアーティストでさえアジア市場で展開するにもまず日本に行ってツアーを行います、ということであります。それからもう一人、それは円を稼ぐことは誰にとっても香ばしいことです、ということでね、まあまだまだ円に対する魅力というのはねあるということなんでしょうかね。為替によってはね、円安になったりもしたりすることもあるわけですけれどもね。それから日本に来日するのは楽しいものです。人も親切で優しい、音楽のジャンルも幅広く受け入れられていますからね、ということでね、この人はおそらく日本在住のタイ人だと思います。それからですね、ビジネスである以上儲からなければなりません。だからこそ多くの韓国人や韓流アイドルも日本語を学んで話せるのです、というね、こういう意見です。日本人はお気に入りのアイドルがまあちょっとね片言で日本語で喋ってくれれば、それは嬉しくなってですね、コロッといっちゃう、そういうところもねあるとは思いますからね。それからそんなに難しく考える問題ではありません。日本は著作権で保護された上で音楽産業も盛んです。だから日本市場に入り込めば大きな収益を生むのです。私たちの国ではコンサートはたくさん開かれますが、アルバムがリリースされてもそれを購入する人は多くありません、こういう意見であります。今 YouTube でね、それこそ何でも見れてしまうということもありますから、まあ公式非公式のチャンネル問わずいろいろありますからね。熱烈なファンでもない限りはやっぱりですね、ちょっと好きだよ、あの人もこの人もいろいろ聞くよという人は財布の紐が固いということもあるのかもしれません。それから日本の市場は著作権を非常に尊重しているので、アーティストとしてもありがたいのです。ファンも音楽家が誠実な活動を続ける限り高い忠誠心でいつまでも対価を払って応援してくれます、ということです。それから日本のファンは韓国のアイドルにとっても別格です。韓国国内で売れなくとも日本市場で売れたらその後韓国でも人気を得ることができます、というね、こんな流れがあるんでしょうかね。それから日本で売れるということは戦車に乗ったも同然です。あの巨大な市場であの購買力、ちょっと売れただけでも個人としては大きな利益です、というね、こんな意見もありました。はい、ということで最後まで今回もご視聴誠にありがとうございます。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録のほど何卒よろしくお願い申し上げます。いやー、日本はね、著作権を重んじるすごい国なんだというコメントがずっとあってですね、実に今回のニュースを知った上においては、取り上げた上においては恥ずかしくなってしまいますよね。 BTS 神社とそのホテル Is Dog Resort by the Sea ですか、実際どういう関係でやっているのかよく分かりません。直営なのかそれとも別経営なのかよく分かりませんけれども、まあおそらく一体でやっているんでしょうね。この手のホテルは我が家でも本当にね、折々大変ありがたく利用させていただいております。ペットかとなるとなかなかね、希望通りの場所で希望通り
通りの日程が取れないということも多々ありますから、本当にこういうホテルというのは貴重なサービスでもあると思います。ですからあんまりね、このようにして炎上することはやめてほしいと個人的には願います。今回のホテルのネットですね、ネット検索をしてちょっと見てみましたら、知る人ぞ知る穴場だというね、そんな紹介もありました。またその他の口コミを見てみますと、どうも評判がよろしくない、そんな意見も散見しました。やっぱりコロナ禍でありますし、ペットかとなると反対に動物はどうも苦手だよという人もいるでしょうから、通常のホテル経営とは違っていろいろと集客も大変なのかもしれません。ならばなおのことですね、防弾少年神社なんてやっている場合ではなく、炎上騒ぎなど起こしている場合ではなく、本業のサービスの方でもっとね頑張っていただきたいなと個人的には思うところでもあります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。